おはようございます。関西オープン初日の朝でございます。クラブハウスには一番乗りでやる気満々の横田慎二です。今回の大会はアルバ TV YouTube で、生配信されます。解説の細川和彦さんと高橋克成さんが朝食を食べながら打ち合わせをしております。朝食を食べ終わりましてロッカーに移動してきました。結構芝生がふかふか生えているので、今回ちょっとバース5目のピン I120 で、やっていきたいと思います。アイアン展開です。ドライバーもチェンジか。ドライバーとりあえずチェンジしないけど、いきなりだから。アプローチ練習場です。もちろん先日の YouTube で紹介したウェッジで今回は試合に臨みます。貸し切り状態です。バンカーにお客様がもう一人、海老根文弘選手です。まもなくシニアの層も厚くなっていきます。横田レギュラーでどれだけ戦えるのか。横田のアプローチは本当に良くなったのか、しばし隠し撮りしたいと思います。ただライの状態がいいのもありますが、格段と打った後の芝が綺麗です。だいぶ刺さらなくなっている証拠です。本日同組の阿部裕樹選手です。佐野日大高校監督、ゴルフ部監督でもあります。ショットレンジです。ティーグラウンド2段に使って、こちらの1番ホールを使ってない方の1番ホールを使って練習してます。下の練習場の方がおそらくギャラリーが近くまで来れると思います。観戦に来られる方はぜひ参考にしてください。小斉平優和、藤本義則、阿部裕樹、そして
同じ組の竹谷選手も入ってきました。ショット練習が終わり、また練習に乗ります。練習グリーン上には阿部ちゃん、そして大槻智春選手、そして内藤寛太郎選手です。なんだよ、遊ぶ。今週は YouTube とアルバ TV で中継、生配信しております。もう準備始まってるでしょうか。高橋克成さんと細川和彦さん、頑張ってください。レギュラーツアーはこんな感じで、選手のシュークラブ、靴、ボールなどを、チェックされます。横田はだいぶあまり変わらないので楽かと思いますが、今回ピンのウェッジを投入していることで驚かれると思います。練習グリーンです。藤本義則選手東北高校です。佐中田明夫選手、さあ間もなくスタートです。今大会はレーザー距離計が の使用が認められておりません。阿部ちゃんが来ました。よろしくお願いします。さあ竹谷さんも入ってきました。竹谷さん、よろしくお願いします。お願いします。これスタート順にお出しますね。よろしくお願いします。さあ間もなくスタートです。横田慎一2023年、レギュラーツアーの開幕です。7時10分の2組目、早朝にもかかわらずこれだけのギャラリーの皆さんが応援に駆けつけてくれています。まもなくスタートです。
さあ18ホール終わりました。いや午前スタートのアウトスタート組はかなり湿った地面で、ボールが転がらず距離が長くとても辛かったと思います。その中でワンオーバーナイスフィニッシュじゃないでしょうか。後で話を聞いてみたいと思います。オンラインサロンメンバーの時もさんが応援に来てくれました。ありがとうございます。めっちゃ照れるやん。さあチーム片山慎吾さんも午後スタートどんなゴルフするでしょうか。もうヤーデージはもうコンセント全く同じでやるような話です。あとグリーンだから違うのとグリーンの高さとラフの方が全然違うので、ラフはでもそんなにもっと僕らって変えとったので短かったし、そんなにこう曲げてもなかったんですけど、ちょっと元気でいきますか。ここの昔に来ないという雨がちょっと怖んないやつだ。そうはい、横さん、はい、初日お疲れ様です。終わったんですわ。はい、はい、まあ、ワンオーバーです。はい、いや午前スタート組のアウト出だしアウト組は結構辛かったんじゃないですかね、これ。いやでも
芝がグリーン上がしっとりしたから、うん、結構芝目があるねこのコースはね、うん、だから多分5組はパター入んないと思うよ。あ逆に、うんうん、うちらの時はしっとりしたから転がりスムーズだったけど、うん、確かに後半結構びっくりすることあったもんね。そうグリーンが朝日だったからか、うん、グリーンが早いんだか遅いんだかがこの光の加減が見えなかったんですよね、うん、光が低かったからかな、うん、だけどまあアウトはね長いんですよ。60ヤード長くてパー35なんだよねインコースから、はいはい、うん、だからアウトで我慢して、うん、インでスコアを伸ばさなきゃいけないんだけど、うん、1.5 ぐらい入んなかったですね。うんそうね。でどっかであれ3パットみたいな感じのって俺どこだっけこれか、はい、ただ、うん、ピンのウェッジ使ってきたおかげでアプローチ寄りましたね1個ね。アプローチも良くなったし、うん、手元が低くなってきて、うん、もうやっぱりかぶったクラブ使ってると、うん、もうテイクバックペッて上がっちゃうんだけど、かぶ、うん、ってないから、うん、テイクバックがすっごい低い位置にずーって行くんで、うん、もうだからホールアウトしたらもうちょっとアプローチだけやって、うん、もう帰ろうかなみたいな感じですわ、うん、はい、あちょっとアプローチやってると良くなる、うん、ゆうさくさんグッドラックです。近くで練習したゆうさくさんが今練習場の方に歩いてました。はい、ということで横さん、はい、ただいまの順位はおそらく35位ぐらい。今終わってどうなんだろう、60ないんでしょうね、うん、だからもう一台良くなきゃ多分予選通んないんですか、うん、多分、うん、だから明日ワンアンダーでは回らないと、うん、分かんない雰囲気ね、雰囲気ね、雰囲気全然今トップスタートだから全然分かんないけど、明日の方が午後スタートだから明日のワンアンダーは今日の2アンダーぐらいの雰囲気じゃないかなと思います。やっぱりトップスタートは本当だったらスコア出さないといけないです。はい、頑張ります、はい、はい、頑張りましょう。とりあえず春長お疲れ様でした。はい、はい、川沢君、泉が丘カントリークラブ、このようにギャラリープラザも出ておりまして、アプローチグリーンの周りはゆっくり、練習がご覧いただけます。泉の丘駅からシャトルバスが出てますので、お近くの方はぜひ会場に足を運んでみてはいかがでしょうか。そして、アルバ TV の方でも、中継の方ネット配信しております。ぜひそちらもご覧いただければと思います。